それでは記者会見を始めさせていただきます。発表に入ります前に、一言お詫びを申し上げます。この度判明をいたしました中央区および西区の土木センターにおける洗濯排水の不適切な排出につきましては決してあってはならないことでありまして、市民の皆様にご心配そしてご迷惑をおかけしておりますことに対しまして深くお詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。世界に誇る地下水都市として水質の保全や寛容に取り組んでいるこういう状況の中で私有施設でこのようなことが発生をいたしましたことは誠に遺憾であり大変申し訳なく思っております。現在同様の事例がないか総点検を行っているところでありまして、このようなことが二度と起こらないよう再発防止と適正な管理に管理を徹底して取り組んでまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3月16日水曜日ですけれども23時36分ごろ発生をいたしました福島県沖を震源とする最大震度6強の地震でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに被災されたすべての皆様に心からお見舞いを申し上げます。本市といたしましては発災直後から被災状況等について情報収集を行いますとともに現在福島県相馬市からの要請に基づき重火被害認定調査業務に従事する応援職員2名の派遣に向け準備を進めております。期間としては4月4日月曜日から2週間程度を予定をしております。また熊本地震から間もなく6年を迎えようとする中改めて災害に対する日頃からの備えが重要であると強く感じたところです。市民の皆様におかれましては今一度食料や飲料水等の家庭内の備蓄をはじめ最寄りの避難場所や避難方法ご家族の安否確認方法などについてご確認をいただければというふうに思います。それでは第1回定例会を終えての所感を述べさせていただきます。今議会に提出をいたしました令和4年度当初予算案並びに条例案等の議案につきましては議会において慎重にご審議をいただきました結果原案通りすべて可決をいただきました。これによりましてワクチン接種など感染防止対策に全力で取り組みますとともに市民生活を支えるための生活支援や相談体制の充実のほか中小企業等への支援や雇用対策また地域経済の再建に向けた消費喚起策等に取り組んでまいります。また脱炭素社会の実現に向けた熊本連携中枢都市圏における地球温暖化防止対策区役所等の防災拠点施設の耐震化など防災減災のまちづくりの推進学校におけるオンライン学習支援体制の拡充など教育環境のさらなる充実行政手続きのオンライン化などデジタル化の推進に積極的に取り組んでまいります。さらに現在開催中の全国都市緑化熊本フェア熊本花博や4月に開催をいたします第4回アジア太平洋水サミットを契機に震災からの力強い復興と本市の恵まれた自然環境を生かしたさまざまな取り組みについて国内外に積極的に発信をしてまいります。代表質問や一般質問ではワクチン接種など新型コロナウイルス感染症対策をはじめ防災、教育、都市、交通政策、デジタルトランスフォーメーションの推進また財政運営などいずれも本市の将来に関わる重要な政策課題について議員各位から大変熱心にご質問をいただきました。議論を通じていただきましたご意見ご要望については真摯に受け止め感染防止策や社会経済活動に向けた支援など全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に熊本花博の開幕についてお知らせをいたします。日本最大級の花と緑の祭典第38回全国都市緑化熊本フェア熊本花博が今月19日土曜日に開幕をいたしました。当日は開幕を告げるオープニングセレモニーでのテープカットから開会式まで実行委員会関係者の皆様をはじめ多くのご来賓の方々にご列席を賜り華やかに式典を開催をしたところでございます。開幕からの3連休は花畑広場、動植物園、辰田山などの3つのこの会場でおよそ8万2000人の方々にお楽しみをいただいたところです。これから5月22日まで町中、水辺、町山の3つのメイン会場を中心に花や緑の素晴らしさを感じていただけるさまざまなイベントを予定をしております。ニコライ・バーグマンさんが手掛ける約180メートルにも及ぶ大花壇につきましては会期の前半と後半で植え替えが行われるなど何度でも楽しんでいただける催しとなっておりますので多くの方々にご来場いただき熊本の豊かな自然の魅力を再発見していただきたいと考えております。最後に現在の本市の感染状況についてですが直近1週間の3月18日から24日の新規感染者数は1306人となっており3月上旬に一時再増加の傾向が見られましたが現在は再び減少に転じております。熊本県を対象としたまん延防止等重点措置は解除されましたが年度末から年度初めにかけて人の移動や会食の機会が増加をするということによりまして感染が再拡大をする可能性は十分にあります。市民の皆様におかれましては お花見を含むですね、宴会等はできるだけ普段から一緒に生活あるいは活動をしている方々と行っていただくとともに歓迎会等ですね、普段一緒にいない方との会食については特にこの感染防止対策に注意をしていただきますようお願いを申し上げます。また春休みの期間というふうになりますことから改めまして家庭での感染防止対策特にお子さんたちや重症化リスクの高い高齢者の方への感染防止対策の徹底をよろしくお願いをしたいというふうに思います。感染の再拡大を防ぐためには今後も皆様の日々の心がけや行動が非常に重要となりますので大変いろいろな面でご不便やご迷惑をおかけするかもしれませんけれども何卒ご協力をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上です。患者自治通信の福島と申します。まん延防止措置の解除についてお尋ねします。九州各県が解除というのはそれの中、熊本だけ延長ということになりましたが、まずこれの延長効果があったか、実感されているかということと、現在の感染状況を率直にどう受け止められているか。感染のピークとなったのが、今年の1月27日から、2月2日のこの1週間で、過去最多となるですね、3930名の新規感染者を確認をしております。そうしたこともあってですね、県の方の、方からもですね、まん延防止等重点措置のですね、かけられたわけでありますけれども、これについてもですね、今ご質問の中で九州各県がですね、解除する中でどうして熊本だけがということはおそらく県民の皆さん市民の皆さんにもですね、いろいろな疑問点もあったのではないかなというふうに思います。ただその時点でですね、熊本県内、
クラスターも相当まだ発生をしていたということ、それから感染状況もですね、やはりこの解除を3月の上旬にするかどうかという段階ではですね、まだ十分にですね、医療提供体制も含めてですけれども、やはり非常にシビアな状況であったということも相当いろいろ検討した中でですね、県の方でも判断をですね、難しい判断をされたというふうに思います。ただこの効果ということについてはですね、やはりこれ飲食店だけを例えば閉めてしまって本当に何かでも感染者増えてるじゃないか、おかしいじゃないかという声があるというふうに思いますが、逆に言えばですね、これ飲食店等の皆さんに本当に厳しい中でご協力をいただいていたわけでありますけれども、クラスターがですね、飲食店やそれからそういった中心の市街地でもそうなんですが、発生をしてなかったということはやはりこれは評価できることではないかなというふうに思います。今後の感染状況というのをまたこれから見ていかなきゃいけないわけですが、やはり皆さんかなりそれぞれで県民市民の皆さんがですね注意をされていますので、そういう意味ではこれから今ちょうど下がりトレンドにこうなってきている状況の中ではですね、3930名というのが1月の27日から2月2日までということで、まん延防止を措置をですね適用するというこの時期はそのぐらいの時期だったんですが、3930名で今1306人ということはかなり減少をしています。1週間単位でということで考えるとですね、ですからそういうふうに見てもですね、今解除されて一定程度やはりその感染が収まっている状況の中では皆さんが日常の生活をですねもう少し自由にしていただくということが可能だというふうに思っています。ただやはり基本的な感染対策というのはですね皆さんには引き続きお願いをしたいと思います。やはり今後第6波がですねまだ完全に収束したというふうには言い切れないというふうに思いますし、依然まだ病床使用率等々もですね完全に下がりきった状況ではありませんので、その点についてはですね注意しながら、ただ日常生活もやはり楽しんでいただくということ、そして、不便な状況ではまだまだありますけれども、例えばワクチンの接種であるとか、いろんなことが今後高齢者の皆さんの3回目の接種がもう今月中には大体終わるというような状況になって見えてきますので、そうなりますとリスクの高い方へのですね、感染対策あるいはそういった防止対策というのが行われればですね、一定程度その、リスクの低い方といいますか若い世代の方も含めてなんですけど、その活動が、制限されることはですね防げていくんではないかなというふうに思いますので、今後、この第6波のさまざまな教訓も含めてですけれども、しっかり検証しながら我々としては今後の感染防止対策しっかりやっていきたいと思います。一方ではやはり油断できないのはオミクロンの変異株のまた BA.2 というものもですね各地で少しずつ報告をされつつあるというふうに伺っております。熊本県内ではまだ確認をされてないところでありますけれども、そうした感染状況にも十分留意しながらですねこれからの年度末からですねまたゴールデンウィークにかけてということで、非常に季節もいいですし、皆さんがお出かけするにもいい時期でありますので、そういう感染が広がらないようにですね注意しながら、行動していただきたいということで、お願いの意味も込めて先ほど発表の中で触れさせていただいたところです。見てもお伺いいたします。今の関連で第6波がまだちょっと収束しきっていないと、ちょっと皆さんにはこのちょっと注意してしながら日常生活を楽しんでほしいということで、その中で花博も始まりましたが、市長の体感としてこれウィズコロナに移行したということはありますでしょうか。明確にウィズコロナっていうふうにはなかなか何をもっていうのは言えないと思いますが、やはり例えば花博の会場は全部屋外でありまして密になるような状況がないということであります。
である程度そういったリスクが少ない地域ではですね、私は一定程度皆さんが楽しんでいただくことっていうのは私は十分できるというふうに思います。例えばお酒を飲んで大騒ぎするとかっていうことはその会場ではありませんので、そういうことは非常にできることはどんどん進めていくっていうこともウィズコロナというか、この感染がある中であってもですね、やはりあまりこの、何でもかんでも制限するものではないというふうには思っています。例えば高齢者の施設であるとかですね、こういったところでは非常にクラスターが発生している、あるいは保育園や幼稚園等のですね、こういったお子さんたちの施設でもやっぱりクラスターが発生しているということで、こういうところはやはりまだ引き続きいろんな注意をしていかなきゃいけないということはあります。特に高齢者施設においてはですね、やはり命にやはり直結していくというのが今回のコロナの中で、多くの方が今第6波の中でもですね亡くなっているという状況を考えますとですね、簡単にこのウィズコロナというふうにはなかなか言えないのかなというふうに思っていますが、一方ではそうやって状況に合わせて我々の行動もですね、変えていく、コントロールしていくということがですね、今後長期にわたっても2年以上にわたってですね、こうした生活を我々は強いられているわけでありますので、やはり、皆さんも非常に息苦しさであるとかそういったことを感じている、そういう中でありますが、私が今回この熊本花博も含めてですけれども、皆さんが感染リスクを抑えながらですね楽しんでいただくという分にはですね、存分に私は楽しんでいただけるものではないかなというふうに思っています。それから例えば会食にしても、それからいろんなこの歓送迎会とかにしてもですね、そうやって皆さんが気をつけていればやはり感染の再拡大というのはやっぱり抑えられるというふうに思うんですよね。ですから皆さん本当に苦しい日々をずっとこのところですね過ごしておられましたので、少しでも気持ちが穏やかになるように、花をめでていただいたり緑に触れていただくということはやはり精神衛生上も非常によろしいんではないかなというふうに思っています。はい、じゃあ熊西さんどうぞ。熊西新聞の久保田ですけれども、熊本花博についてお伺いしたいんですけれども、65日間の期間中で、どれぐらいの来場者を見込まれているのかというところと、もう一つ3日間で8万2000人という数字、これは、想定通りなのか、どのような出足としてどのような受け止めなのか。そうですね、会期中は、150万人だったっけ、160万人ですね、ごめんなさい、160万人の、人で予想してるんですが、コロナ禍の中であってもですね、この、しかも雨の日もこの連休中あったんですけれども、8万2400人ぐらいの方がですね、お越しいただいているということで、今カウントをざっくりできただけですが、かなり多くの方がやっぱり来ていただいているのかなというふうに思います。で、例えば町山エリアとか動植物園あたりはですね、これお子さんたちがちょうど今春休みの時期にも入っていて、家族連れでですねたくさんの方がお越しいただいてます。ですので、今ちょっと駐車場が混雑をしてたりですね、こういったことがありますが、そういった情報も適宜流しておりますので、皆さんには公共交通であるとかそういうシャトルタクシーであるとかシャトルバスであるとかそういったものもですね、ぜひご活用いただいてですね、でまた感染拡大に十分ご留意いただきながらですね楽しんでいただければと思います。で今後やはり、今の感染状況が少しずつ落ち着いてくると皆さんも気分的にお出かけしやすくなるんではないかなというふうに思いますので、そういう意味では随分屋外ということでのリスクは非常に低いものがありますのでですね、ぜひ多くの皆さんにはお越しいただきたいなというふうに思っています。出足としては出足としては順調だというふうに思っております。はい、事務局の方もそうですね、いいですかね。はい、それともう一点議会の関係なんですけれども、はい、市議会の中で一つ議論になったことがありました。街中のですね公設灰皿の撤去に関してなんですけど、はい、今回、残って
費を全て撤去する、うん、その理由とあとは今後の対応について、はい、公設の灰皿についてはですね、日本タバコさんとですね、あれは協定の中で実はこの3月末までという記述でですね、これは、設置をこれまでしておりましたが、その期限が切れるということで、今回撤去を決めたということでございます。でやはり愛煙家の方々に非常に申し訳なく思っていますし、私自身もかつて16年前まではヘビースモーカーでありましたので、愛煙家の皆さんの気持ちは非常に分かるんですけれども、一方で私は辞めてからこの16年間の中で、愛煙家では分からないこの不快さであるとか、やはりこの通行している方々がやはり、望まない受動喫煙をしてしまうということに関しては、やはり相当意を払う必要があるなということは、もうもともとの愛煙家としてですね、やはりこのマナーを守っていくというのは必要性を感じましたので、で特に実はこの屋外の繁華街のですね、灰皿の設置というのはポイ捨ての防止ということの観点からもですね、設置をしていたものではあるんですけれども、とはいえやはり、その繁華街の中心部で人がかなり行き来する場所で、苦情もかなりいただいておりました。で私も通りかかってタバコの匂いがするとですね、ふっとこうやっぱり振り返るわけですね。でやっぱりそうやって気になる方は相当気になるだろうなというふうに思いましたので、そういう苦情も踏まえて今回その期限が切れるということで撤去をするということに至りました。で今後はですね、やはり民間の施設等々でこのぜひ今いろんな喫煙可能なお店とかいろんなところありますけれども、民間の施設等でですね、ぜひそういう分煙のですね施設を作りたいということであれば、それに対してですね、熊本市としてもいろいろな対応を考えていきたいというふうに思っていますので、そうした方向で本当はそれが設置されるまでの間にですね、撤去されるまでの間に、設置すべきじゃないかという議論はあったというふうに伺っておりますけれども、やはりそれはちょっとタイミング的にもなかなか間に合わなかったということもありますので、大変愛煙家の皆さんには申し訳ないわけでありますけれども、やはりそうやって、苦情も含めてですけども、やっぱり不快に思う方もいらっしゃるということをぜひですねご理解いただいて、そしてまた分煙ということについてはですね、一定程度我々行政としてもですね対応をしていきたいというふうに考えております。愛煙家でしたっけ、ごめんなさい、聞いてすみません。はい、どうぞ。はい、じゃあどうぞ熊井さん。どっちか、どうなったかな、ごめんなさい。はい、どうぞ。すいません、共同通信の東と申します。議会もあってちょっと気が早い質問なんですが、12月の任期満了の指定性について今どう考えていらっしゃるか教えてください。はい、これもう毎回申し上げておりますけど、まだ現時点でですね、今その新型コロナの対応も含めて、今ちょうど議会も終わったばかりでありますけれども、この次の任期市長選等々についての態度はまだ明らかにすべき時期ではないというふうに考えておりますので、しかるべき時期にですね、また対応を発表させていただきたいというふうに思っております。じゃあ小林さんどうぞ。はい、熊日新聞の報知です。冒頭謝罪をされた土木センターの排水問題のことで何点かお尋ねします。はい、どうぞ。まず一昨日23日に担当部署からべく説明があったんですけれども、その中で環境への影響のことでして、はい、農業用水路で最終的に田んぼで使われているというところで、おとといの説明では、環境への影響については、環境局なんかとも協議をして、必要であれば対応するというご説明でした。で、この点、今現時点ではどうされる方針なのかというのを教えてください。はい、
はい、わかりました。まあ、今の点に関してなんですけれども、まず法的にどうかということで言いますと、水質汚濁防止法に定められているですね、この有害物質っていうのは28物質あるんですが、現在流れているこの洗濯排水ということについてはそれは含まれていないということであります。それからまあ、この法に規定する特定施設というのがこの水質汚濁防止法の中では謳われているわけでありますけれども、それにはこの土木センターは該当しないということであります。ただとはいえですね、やはり一般のご家庭でも本当は流してはいけないということでですね、下水道をぜひ接続をしてくださいということをですね、我々は申し上げてきて、しかもできるだけそういう化学物質等々がですね、その洗剤の洗濯排水にしてもですね、まあ、魚がこう死んだとかいうことは起こってないにしてもですね、やはり最大限注意を払う必要があるというふうに思います。ですから環境局や上下水道局に私の方からも指示をしまして、まあ、きちんとしたその水質であるとか、それから、の確認ですね、それから例えば今日熊西さんにも記事として載っておりましたけれども、これは水田の方にもやっぱり流れているというようなこともあります。ですので、まあ、そういったことも考えて、そういう影響がないかどうかきちっとヒアリングをしながら調査をしてですね、適切に対応するようにということで私の方からは指示をさせていただきました。で本当に申し訳なく思っていますが、何かいろいろな点でですね、ご不明な点とか、それから不審な点があるということであればですね、それは我々の環境局であるとか上下水道局の方でですね、またお話を伺いたいというふうに思いますし、ぜひいろいろとですね、この件についてですね、ご不明の点があればお問い合わせをいただきたいというふうに思っております。そしてまあ我々としても誠実にそういったお問い合わせに対してですね、誠実に対応させていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。今のお話だと、まあ、改めて環境局などに水質に問題がないか確認するよう指示をされて、はい、あとは、まあ、農家さんなんかいらっしゃいますので、うん、ヒアリング調査なんかもされるという、はい、そうです。これはだから農水局とか担当がまたですね、関係してくるというふうに思います。それぞれの部署においてやっていくということであります。ありますね。ちょっと細かい話にもなるかもしれないんですけれども、まあ、選択されていた作業員の方が道路維持なんかをされるということで、例えばアスファルトなんかが作業服に付着したりとかで、まあ、それを選択されるということになります。で、まあ、農家さんはじめ皆さん安心していただくためにも、例えば実際にじゃあそのアスファルトが付いた作業服を選択して、まあ、どのぐらい薄まるのか流す段階でいわゆる実証実験みたいなことをされるとか、うん、いわゆる客観的な安心材料を提供することについてどう考えるか、そうした必要はあるというふうに思っていますので、まあ、今ご提案があったというか、まあ、ご意見の中にあったような点も含めてですね、担当にはしっかり対応させたいというふうに思います。ありがとうございます。あとすみません、関連してもう一点だけ、で今回、まあ、市の備品ではない、洗濯機を使われていたということで、まあ、いわゆる私物で、公共施設の電気であるとか、水を使って、まあ、長年にわたって、使ってきたという形になります。でこの件についてはちょっとどういうふうに考えていらっしゃいますか。そうですね、例えば、まあ、家庭のその洗濯物を持ち込んで洗ってたわけではないというふうに思いますので、まあ、そういう意味では業務に使用したものを洗ってたんだろうというふうに思います。これは確認をしておりませんけれども、今そういうふうにヒアリングの中では聞いておりますので、まあ、そこで直ちにその公共性がないものを全てやってるというふうには今認められる状況ではありませんけれども、ただやはりこの備品を登録をしてないとかですね、いう私物を使う場合のいろいろなルールというのはやっぱりあるというふうに思います。で、まあ、最近ではまあいろんなこういったタブレットであるとかこういったものもですね、実はこれ私物なんですね、私。で、こういったものもじゃあこの電気は充電するのにそれは私物だからダメなんですかって言われても、これはやはり業務としてかなりもっぱら使うことが非常に
中心であるということも考えればですね、まあ、そこは一定のルールの中でやっていく必要があるというふうに思いますが、今回やはり昔これ昭和50年代ぐらいにどうも、からずっと続いてるんじゃないかというふうに言われると、やっぱり現場ではそうやって、まあ、あまりこう明確なこうなんか取り決めとか確認とかをせずに、やっぱりそういったものがやっぱり起こってるっていうことがあると。で、市役所というのは非常に現場の仕事が多いところでもありますので、まあ、そういった私物がある場合には何かこのきちっと登録をするとか確認をするとか、それから、そういうものに使われてないかどうか、私的なものに使われてないかどうかということも含めてですね、まあ、しっかり管理をしていくということがこれから必要になると思います。それで、まあ、私の方からですね、全部で、2000、所属のですね、ごめんなさい、全部でどれだけだったっけな、ごめんなさい、2000じゃないな、440 の、対象の組織にですね、今回このそういう同様の事案がないかということをですね、今確認をさせておりますので、まあ、そうした中で、これからまた新年度新しくまた職員も移動したりして入れ替わりますので、こういう時にやっぱりきちっと確認をしていくという必要があるというふうに思いますので、そこは徹底をしていきたいというふうに思っています。まあ、一昨日の説明の中では、なぜ、まあ、長年にわたって、しかも一方で屋内には市の備品の洗濯機もきちんと設置されている中で、まあ、そういう備品じゃない洗濯機も使っているところで、なぜそうしていたのかっていう理由のところがちょっとまだ、その時点ではわからないという話だったんですけど、例えばその屋内に設置した洗濯市の洗濯機だけでは足りなかったのかなとか、その辺はなんか今現時点で分かっている、現時点ではちょっとなぜかというのはちょっと分かってないのと、それから例えば OB の方がそのものをですね、置いてくださいとか置いて提供したとかいう話もまだちょっと未確認なので分かりませんが、それは今経緯をもう一回担当の方で調べさせています。で、やはりですね、その業務でやはり使うということに関して、やはり市がちゃんとそこは管理をしてですね、今あったように備品なら備品でちゃんと購入して、そしてそこに設置をしてちゃんと予算措置をしてですね、管理をしていくということができていればこういうことにならないわけですね。で、ある意味ではその予算措置も含めてですけれども、きちんと適切になされてなかったから現場で仕方なくやってたという可能性もあります。で、それはやはり許されるものではないので、こうしたことは改めるように私の方から副市長をはじめ担当の幹部には指示をしているところです。最後に改めてにもなるんですけれども、今回その農業用水路につながっていたということで、まずはその食の安全健康に関する問題と、さらにはその風評の問題ですね、農家さんなんかからすると2つ、まあそのことあると思うんですけれども、2点についての市長の考え、そういう影響を皆さんにご心配を与えているということについて もまず本当に大変申し訳なく思っているということです。で、その上でやはり水質をきっちり確認をして、そして今までの例えば汚染をされた、まあ、水といいますか、その要は洗濯用水がどのぐらいの影響があったのか、そして今現時点で影響がちゃんとないということが科学的にですね、証明をするということが、まあ、ある意味ではこの風評被害にはつながらないようにしていくことだというふうに思います。で、我々環境局の方にもですね、その、まあ、今いろいろ PCR 検査とかもやってますが、分析をするそういうチームがありますので、まあ、そうしたセンター等々でですね、きちんとしたエビデンスを持って皆さんには安心していただけるような説明をさせていただきたいというふうに思っております。どうぞ。はい、どうぞ。じゃあ、マイクを。熊谷新聞の林田と申します。慈恵病院の内密出産についていくつかお伝えさせてください。はい、まず書類となりました内密出産の、件なんですけれども、子どもの戸籍の作成というのはもう進まれたんでしょうか。また、ゆりかごですと、名前については市長がつけていくことになりますけれども、今回のお子さんについてはどうなんでしょうか。
はい、その点については非常に子どもの出自やプライバシーに関することでありますので、お答えは控えさせていただきたいというふうに思います。で、戸籍の手続きについてはですね、以前も申し上げた通りですね、この市区町村長の職権によって行うということで、そういう手続きは進めているということはもう皆さんにお示しをさせていただきました。でそれがどうなったかというその進捗等についてはですね、大変申し訳ないんですけれども、やはりそういうお子さんの、プライバシー非常に個人的で重要な情報でありますためですね、それはぜひご理解いただきたいということで、お願いします。名前については市長が基本的に市長だったり区長だったりということになるんだろうというふうに思います。でその辺もですね、やはり非常に法令の中で読んでいただいて、その範囲の中で我々は対応しているというふうにご理解いただければというふうに思います。私のね、内密出産の検証等々のあり方についてなんですけれども、ゆりかご一覧ですと、養蜂児童対策協議会の枠組みで、検証並びに報告というのが、されていきます。今回の内密出産の場合は、どのような形で、その事案を検証そして、報告していかれますか。はい、これは児童福祉法に基づいて対応を行っていくということであります。ただこれが何せゆりかごとはまた違ってですね、初めてのこれは事例ということになりますので、実際にはそのお子さんのお母さんの情報というのを病院の方が管理をしているというような状況で、児童福祉法でいけばですね、そういうさまざまなそのお子さんにまつわる情報というのはさまざまな形で調査をしていくということが児童相談所等でですね、これはなされるわけでありますけれども、一方ではこの内密ということでですね、そういう中で病院の方にだけこのお母さんが情報を預けたということでありますので、その取り扱いについてやはり病院側としっかりこの法的な課題も含めてですけれども、今カンファレンスの中でいろいろとやり取りをさせていただいているということでありますので、今後もまたそういった中でですね、確認をしながら、そして手続きとしてはやはり先ほど申し上げたように戸籍法であったり児童福祉法であったり、特に子どもの養育やそういったことに関して児童福祉法が非常にこれから重要になってくるというふうに思いますので、そういう中で対応をしていくということであります。ゆりかごの専門部会のような形での検証というのはお考えなんでしょうか。今まだ直ちにそういうことを今考えているというわけじゃなくて、まずこの一つのこの事例、そしてこのお子さんあるいは、お母さん、この事例についてとにかく今どういう形をすれば一番望ましいのかということを今検討している段階ですので、またその段階がある程度経た状況の中でですね、例えばその検証の必要があるよねとかいうことについてはですね、またいろいろな意見交換の中でもですね、出されていくものだというふうに思っています。まだ現時点でちょっとまだ直近の話で、あるので、そこまではまとまっていないということが正直なところです。今回の場合は匿名という形でも、母親というものがそこに存在していますけれども、子どもだけではなくその母親支援の枠組みというものも新たに考えていかねばならないと思いますけれども、その辺のお考えはどうでしょうか。はい、この辺やはりお子さんの幸せと同時にやっぱりお母さんがそういう状況、厳しい状況に陥っているという方がやはり全国にたくさんいらっしゃると、だからこそゆりかごであったり内密出産であったりということがですね、やはり、どうしても現実的に求められているというふうに思います。でその時にやはりドイツで私は視察をしてきたんですけれども、ドイツでやっぱり制度化されている妊娠カット相談所というものがですね、きちんとあって、でそこが第三者的にですね、きちんと評価をしながら、対応をしているということで、やっぱりお母さんに対する支援、そしてお子さんに対するその保護やそういったスキームというのがしっかりしているなというのはやっぱり私の中で印象としてありました。で実は厚生労働省の方に伺った時もですね、事務次官にはやはり女性の相談に対してのやはり特化した、そういう窓口であるとか、今我々ある
るんですけれども、やはりそれここだけではやっぱり十分フォローしきれない部分もあるかもしれませんので、まあ、こういったケースを踏まえてですね、特にこの女性の抱えるこの妊娠科との相談みたいな窓口がですね、児童相談所とはまた別にですね、何かあの形ができないかということはあの検討すべきではないかということで、私の方からお話をさせていただいたところです。で現在は 今ある窓口でですね、まあ、しっかり対応させていただいて、そして、その中でやはり、足りない部分、あるいは今回の、内務出産のこのケースで明らかになった支援が必要な部分についてですね、より具体的に国と協議しながら、さまざまな制度を作ったり、あるいは法的にそこがカバーできない場合にやはり国会議員の皆さん方に協力をお願いしてですね、法制度化を求めていく、まあ、こういう形にしていきたいというふうに思っています。まあ、まずはですね、今あの妊娠 SOS のような電話番号も24時間で、ございますので、あの名前も変えました。産前産後母子相談支援事業となんとかっていうふうになってたと思うんですけれども、妊娠 SOS という形でですね、あの名前も変えて皆さんにはですね、何かあったらご相談くださいって全国どこからでもいいですよということで、そういう運用を今この中も始めておりますので、まあ、ぜひあの何かお悩みの方がいらっしゃったらですね、あのそこにご相談いただいて、我々もしっかりフォローしていきたいというふうに思っています。で、まあ、今回の件はやはりあの、まあ、所感といいますか、申し上げますと、やはり安全に出産できたということは非常に大きいことだなというふうに思っています。でそれはやっぱり母子の、まあ、そういう意味では、健康を守って命を守ったということでありますので、これは大きい。でその上でですね、まあ、様々な制度がついていってない部分に対してですね、我々は、まあ、後からということにはなりますけども対応していくということ、で今後次のケースが起こった時にもやはり躊躇しないで相談をしていただければ、匿名であろうが何であろうが、とにかく安全に出産をまずすると、迫ってきますからね、時間はもう迫ってきますから、そういう緊迫性の中でですね、できるだけ早く対応するということが必要だから、我々は病院とさらにですね、あの連携を深めながら、今までやはりあのやらないでください、ね、内務出産控えてくださいってずっと法的に、まあ、建前論というと失礼ですけども、あのそういう形でずっと申し上げてきたわけですよね。でやっぱりそれに対してやっぱり病院側としても何を言ってるんだと、行政はもう逼迫しているような状況で、妊娠はもうお産がもう近づいているお母さんたちが今悩んでいるお母さんたちが今ここにいるんだから、そういうあの捨て子であるとか、あるいはあの記事につながらないようにするために、あるいは英字殺しにつながらないようにするために、なんとかしてくださいとこうおっしゃってたっていうところだったと思うんです。で今回、まあ、この最初の内密出産というケースが生じたということがあることを事実でもって、我々やっぱり方針をですね、大きく転換をして、病院とさらに、まあ、やはり強調しながら情報連携を取りながらですね、あらゆる支援を行っていくと、そのことによって実は内密出産に至らないで、さまざまな支援が我々としてはその現在の現行の制度でですね、行えるということを目指していくということがやはり必要なんではないかなというふうに思っています。ただ蓮田先生もおっしゃっている通りですね、そうは言ったってなかなか事情的にですね、まあ、これは内密でないとなかなか難しいというような事情があるという方もいらっしゃるというふうに思いますので、その辺をですねしっかり調査しながら対応をしていきたいというふうに思っています。ゆりかごについて、にも関連するんですけれども、出自主権利、今回、まあ、クローズアップされてますけれども、これまでにゆりかごに入れられた子どもたちで、自分の身元がわからない子どもたちもいると思います。やがて、大人になっていく彼らに対して、彼らがその出自を知りたいといった時に、市が持っている情報というものをどのように開示していくのか、はい、そういう制度設計、そういうものについてどういうふうにお考えでしょうか。はい、ゆりかごに預けられたお子さんたちが、まあ、多数いらっしゃって、まあ、今さまざまな養育の制度の中でですね、環境の中で、
育っておられるというふうに思います。まあ、その中にはやはり非常に複雑な心境でですね、やはりお持ちの方もいらっしゃると思いますので、そういう皆さんに対してですね、やっぱり我々としても、まあ、できるだけやっぱりその気持ちに寄り添いながら対応していく必要があるというふうに思っています。まあ、これは高校っていうようなその制度化をしてできるということだけではないというふうに思いますけれども、まあ、何せこのゆりかご自体で生まれたお子さんが、まあ、児童福祉法に基づいた対応の中でですね、施設であったり養子縁組、特別養子縁組だったり、いろんな形でですね、有効されているということがありますので、ケースがちょっとやっぱりそれぞれ違うんだろうというふうに思います。ただそんな中でも、まあ、我々が例えば手がかりとして持っていること、やっぱり出自を知りたいっていうことは、やっぱ子どもの権利として非常に大きなことなんですね。やっぱり育っていく中で、自分はどうして生まれてきたんだろうかと、どういう境遇の中でどんな人たちから生まれてきたんだろうか、どういう親だったんだろうかっていうのはやっぱり知りたいと思うんです。で、ただやっぱりそれがなかなか叶わない部分はゆりかごの場合もありますので、まあ、その辺の状況についてはですね、まあ、どういう形でお知らせしていくと、このちょっと非常にセンシティブだというふうに思ってます。ただいろいろ今後ですね、まあ、そういった成人された方々や、まあ、悩んでいる方々にですね、やっぱり相談をしっかり受けて対応できるようにしたいなというふうに思っています。それから、まあ、あとはそういう皆さん方には、まあ、いろんな事情があってこのように、生を、ね、受けて、来られたわけでありますけれども、どんな事情があっても、どんな境遇であっても、社会は皆さんを必要としてるんだと。皆さんのやっぱり命っていうのが非常に尊いものだから、まあ、みんなで、まあ、いろんな制度とかいろんな制約はある中でもですね、大切に育って、そして、我々の本当にね、できる限りのことを尽くしながら皆さんを見守っているんだということをですね、生まれてきていい存在なんだというふうにやっぱり思っていただけるように我々としては頑張っていきたいというふうに思ってます。ちょっと答えになってないかもしれません。情報開示については、基本的には開示するということ考えなのか、ケースバイケースということなのか。そうですね、そこはやっぱりいろんな部会等々のご判断も含めてですけれども、しっかり仰がないといけないというふうに思っています。これは法的な問題も含めていろいろ関係してくると思いますので、そこはやっぱり慎重な対応は必要だと思いますが、まあ、先ほど申し上げたようにそのお子さんたちに寄り添う対応というのはいろいろな形でですね、相談を受けたり、そして対応していかなければならないというふうに思っています。はい、RKK さんどうぞ。じゃあマイクを。 RKK の福井です。関連して先日東京厚労省などに行って要望書提出したことについて、あのことについてその後何か動きありましたでしょうか。特段今まだ今要望書を出させていただいてお話も聞いていただいたということでありますので、特段今はありませんが、やはりこのカンファレンスの状況であるとかでまたさらにいろいろな課題を今から出てきますので、それをまた今度は情報を国の方にも提供させていただいて対応していただくようなことがあればですね、お願いしたいというふうに思っています。で、今はまだ2回のカンファレンスしか行っていませんので、例えば確認するようなことがあればですね、担当ベースではやっているかもしれませんけれども、まあ、今直ちに何かそういうアクションが今やっているということはありません。で、いいですよね。